それでは始めます。皆さんこんにちは。えー、2021年達検し18時間で総まとめブラッシュアップ講座ですね、えー。講座ガイダンス始めます。担当リック専任講師林でございます。どうぞよろしくお願いします。はい。えー、まあ18時間で達検試験の総まとめをするというまあ試験の本試験の直前期にやる講座なんですね。でちょっとその講座の概要を説明させてください。お手元に。 なんかこのピラピラのカラーのチラシがもしあればご覧いただきたいんですけども画面に出しておきます。はい、でですね、えーまあ、あのウェブ方式と DVD 方式の、まあ、通信専用であります。なので通学クラスはないんですけどもどちらでも構いませんけどもいずれにしても通学,通学ありません通信だけですね。で 3科目ありますね。宅建試験は大きく分けて権利関係と宅建業法と法令上の制限と3科目ありますね。その全科目一括をのお申し込みをいただいた場合には、えっ、ー、と免除科目これだけサブノートというですね。えっ、ー、と免除科目を受けない人は全く関係ないんですけども、免除科目のまとめのサブノートが、えー、まあ得点でつきます。それからこれ皆さん全員に役に立つと思うんだけど。 試験当日のチェックリストですね。これは、えー、もう超重要な、えー、部分をねまとめまして、でこれを持って試験会場に行ってくれみたいな感じの、もうあの本当に、えー、情報を濃縮したようなまああのチェックリストですね。まあこれも全、えー、科目一括の申し込みいただきますと、えー、お送りします。こういったものはちょっと発送が遅れまして。 9月の28日にお送りする予定なんですけどもあのブラッシュアップの講座自体ですね講座自体の、えー、視聴開始あとは教材の発送は8月24日になりますでもちろん単価申し込みでも構いません、えー、権利関係だけでもいいですね権利関係が6時間それから宅建業法も6時間で法令上の制限その他も6時間ですねで えー、免除科目に関しましてはこの本体の講座には入ってませんので、まあ、免除科目を受けられる方は一応こちらの,、ね、あのサブノートを使っていただいてこのサブノートには特に講義はついていませんけども一応あの重要項目をまとめてありますんでそれがあれば基本的には大丈夫の形のサブノートがあります。はい、でですね、えー、ちょっと裏面をあのに,にしてみますと。 まあ、特製レジュメのここがすごいとか言って、まあ、宣伝しているんですけどね、えーまあ、レジュメがですね比較的、えー、コンパクトにまとまってまして、まあ、使いいいい勝手はいいと思いますあの、まあ、これがブラッシュアップのレジュメなんですけども、まあ、3, 3冊に分かれてましてでこれ以外にもあのまあチェックテストみたいな感じの問題があってで問題とテキストを えー、まあでもですねこの3冊ちょっと見にくいかもわかりませんけど厚さはこんな感じであのすごく薄いんですよね。なのであの、まあ、こ,のこのボリュームに基本的な項目は全部入ってますんで、まあ、非常に持ち運びもしやすいしね、まあ、直前期の知識の集約、まあ、資格試験っていうのは、まあ、ぶっちゃけ情報処理なんですよ。 で要は重要項目をなるべくコンパクトにまとめてで何度も何度も見,見,見返してで過去問を解いたらその,問題その問題に関連する、えー、該当テキストの該当箇所を、まあ、リンクさせていくというそういった作業なんですよね。なので学問的な勉強ではないから、えー、全くもってつまらない、えー、勉強なんだけどもでもゴールが見えてますから。 ねまあ、頑,張頑張れるわけですねあの学問のようにずっと一生勉強続けるわけじゃなくて卓研試験年に1回ありますからその試験に向けて、えーね、もう期限決まってますからだから苦しいけども、まあ、頑張れるってことですね、まあ、それはいいんですけどもでね卓研、えー、試験の,あのこのガイダンスの、まあ、趣旨といいますかえ受講をどうしようかなっていうふうに迷ってらっしゃる方もいると思うんですね。なので まあ自分で企画した講座でえ自分が講師でやる講座をえ自分で宣伝するっていうのはなかなかあのー、なかなか厄介なんですけどねでもまあ自分が思ってることを正直に話しますあのー、まずですね卓球試験の全範囲を、えー、例えば自分でテキストを読んで大体、えー、いい概略を把握するのにいわゆる独学ってやつねいわゆる独学で 試験範囲の全体をとりあえず確認するテキストを全部読み込んでで関連する過去問をまあチラチラ見ながら大雑把に全体を把握するのにどのくらい時間がかかるかというとまあこれは人それぞれ全然違うかもわかりませんけどもうんと大雑把に言って僕の感覚ではまあ百五十時間ぐらいかかると思うんですよ百五十時間から二百時間ぐらいかななので毎日毎日二時間勉強時間を取れる人が 三、えー、ヶ月ぐらいあれば、一通り大体大体もう勉強終わっちゃうという感じがします。あとは過去問を繰り返して、でそれでまああの受かってしまう人はいっぱいいます。だから宅県試験は独学で受かる人もいっぱいいますよね。でまあ要は独学でやるとまあ百五十時間ぐらいかな。百五十時間で大まかなインプットが終わる感じ。 あと残りの時間はどどどどんどんどんん回したりとかあとかあは場合によっては公開模試を受けたりしてで、えー、まあ自分は予備校とか通わないで独学で受かったよっていう人はまあ多分そんな感じの勉強してると思うんですね。で、えー、これをね、あのー、予備校でこのインプットを完成させようと思ったら、あのー、お金払うだけあって時間は節約できます。だいたい100時間ですだから だいたい100時間ぐらいで、えー、宅検試験の全範囲は基本的には把握できるはずですでこのこの100時間の中身っていうのは例えば、えー、宅検試験の重要なテーマがありますね例えば重要なテーマがあってで重要なテーマは全部試験に出るわけじゃないんですよその重要なテーマの中のほんの一部分なんですよねだからこの部分ここがすごく重要みたいですね えー、一つのテーマの中でもピンポイントでここはよく試験に出るっていうあ過,去問で過去の本試験で何度も何度も問われている中核部分がありますでその中核部分を完璧に固めてい,あのいきたいんだけどもでもねどうしたってこの周りの周辺部分の知識ですねそれ周りの周辺部分の知識も話してでそれと のまあ比較するっていうのかな、こここの関係っていうのかな、まあそういったものも、えー、理解を深めるためには割と重要なんですね。えー、このこの周りのあの周辺部分っていうのはそのまま式には出ないけども、この中核部分をしっかり理解するためには結構大事なんですね。それから、えー、他にもテーマがあります。他にもテーマがあって、そのテーマの中にも中核部分があったりします。ですね。 でその中核部分との対比ですねこの対比ですね,この対比ですねテーマは違うけどもねテーマは違うんだけどもでも関連性があるんですよ。あの法律っていうのは一つの体系を持ってますからねまあちょっと難しい言葉なんだけど必ず関連性があるんですよ。だからこの中核部分を理解してもらうのに 周りの知識とあと他の他のテーマの中核部分との対比なんかを話しするんですよ。あのそうすることによって中核部分の重要,部分、えー、重要な部分の理解と記憶が深まるんですね。でそのあたりがやっぱり予備校にお金払って、えー、うあの、まあ、価値があるっていうのかなあそういう気は僕はするんですね。でそれは 結構時間がかかるわけですねでそれをねいやそれはやらないととにかくこの中核部分この大事な部分だけをピックアップしてとにかく大事なことだけ全部話します。ね、でだからその代わりあの短い時間で、ね、短い時間で全体を確認全体をまあ把握できますよっていう講座もあります。 あの夏から始めて一発合格しましょうみたいな講座は大体それですでそういう講座はですねそうですね思いっきり、えー、時間をコンパクトにまとめて40時間ぐらい。40時間を切って他県の試験の全範囲を、えー、一応把握するってのはちょっと無理だと思います。 この40時間ぐらいが限界だと思います。40時間ぐらいだとこの重要項目だけを全部説明します、ね、で、あまり試験に出ないような細かいような話とか関連事項とかは一切省略します。大事なことを全部話します。というのでだいたい40時間ぐらいですね。で、まあとりあえず150時間でも100時間でも40時間でもまあ、いろんなパターンの勉強をしている人がいると思いますから、えー、まああのどんな方でもいいんだけどもこれがねえー、まあ、共通する なんとかネックになる部分っていうのはね、それは。みんな忙しいじゃないですか。だから。そんなに一日に勉強時間たくさん取れないわけですよ。だから、ある程度。長期間ですね。毎日毎日三時間も五時間も勉強できないですよ。だから、どうしたって一日一時間とかね。あの1、一一二時間とか、どうしたって。え一日の勉強時間限られちゃいますから。ということは、割と長いスパンで。 1>, ね、あの1ヶ月とか2ヶ月で受かろうっていうんじゃなくてやっぱり3ヶ月以上とか3ヶ月とか半年とかねある程度スパンを持って勉強しなきゃいけないんですね。そうすると初めの方に勉強したことがだんんんんんだんだんだだんと知識が薄れてきちゃうんですよねだから今法令上の制限を勉強しているなんかね、えー、固定資産税の勉強しているとかね固定資産税とか所得税の勉強しているという方は。 取得税税ととか固定産税のことは今勉強してるから分かるわけだよねしかし以前勉強した宅建業法とかあの権利関係とかの話はもうすっかり忘れちゃってるとかですねまあそんなこともそんな,気がそんなあの感じになってで落ち込んだりするんですよね。でそれをね結局過去に勉強したこと過去っていうかまあ数か月前ね数か月前に勉強したはずなのにすっかり知識が抜けちゃってる。 ということはしょっちゅうありましてそれをブラッシュアップするためにあの過去の,その予備校のビデオを2.5倍速で見たりとかねあるいはテキストをガーッともう一回読み直してみたりとかして過去の過去の数ヶ月前の知識を呼び戻すためにまた結構勉強しなきゃいけないんですよね。そのそのための、えー、講座ななんですよなんか話長くて申し訳ありません。 あのこのブラッシュアップっていう講座はその,そのブラッシュアップなんですよだからいろんなタイプの勉強している人がいます。独学の人、ね、予備校にしっかり通ってる人あるいは予備校の短期集中講座を受けている人、ねまあ、こういった方たちがあのちゃんとねちゃんと全範囲をもう一回しっかり固めましょうとねえそう言ってでその、まあ、説明の仕方とかは一応、まあ、こだわってますしねそれから ブラッシュアップの講座は問題とテキストを両方進めるんですよだからえ知識の入力インプットだけではなくて問題を解いてその問題はこういう形で問われるみたいな形でねあの問われるとかあのごめんなさい知識だね知識はこういった問題で問われるみたいにその演習,演習の問題と、えー、こういったあのインプットのテキストを 相互に比較しながら勉強していくんですねなのでかなり高速で前範囲をブラッッシュアップできますそこがこの講座の一番、まあ、僕は、えーまあ、売りというか重要な部分だと思うんですね。でまあレジュメがすごく充実してますから何、えー、かほかの資料を見返したりとかそういった手間がかからないんですよ。でまあ18時間で全部まとめるわけだから割と その今僕が話しているみたいにえすごくあのちょっと早口でね、えー、大変かもしれませんけどもでもまあ、忙しい時期に忙しい直前期にもう高速で全範囲をまあ,あのブラッシュアップするにはまあ、最適な講座だと思ってます逆に言いますとあのミスマッチが起こると困るんだけども、えー、この講座を受ければねあのこういう ものの代わりりになるとということではありません全く何も勉強してない人がたった18時間で卓球試験に受かってしまうなんていうそういうなんかあの手品みたいなそんな講座じゃないのでそこは是非こ,んな,起こんなければいいなと思ってるんですよね、まあ、これさえ受かれば勉強なんか何もしてなくても受かっちゃうとかねあの、まあ、そんなことを思ってる人はいないかもしれないけどでも万が一そういう人がいたらね えー、全く勉強時間ゼロででいきなりまとめ講座を聞いて何言ってるかわかんないと思います。あの何語喋ってるんだろうぐらいになっちゃうと思いますから、そこはまあ注意をしてほしいと思うんですね。はい。まあそんな形でまあぜひブラッシュアップの講座ねあのご検討いただきたいんですけども、あのべん具体的な勉強の仕方があります。あの具体的な勉強の仕方は、えー、実はですねちょっと前の こののブラッッシュアップのビデオでで話してるんですよで、ねまあ、もし興味があったらでいいんだけどもあのインターネットを使える人は「タっけんはとかで検索していただきますよね「タっけんはで検索すると、まあ、僕のなんかこのブログが出てきたりとかねあの、まあ、レックの講師紹介が出てきたりするんだけどもこの辺りにですねこの辺りにえっ、ー、とこれ「18時間で総まとめの」あの YouTube。 の動画が出てきます。だいたい一ページに出てくると思います。で、これもあの2018年、2018年のブラッシュアップのあの宣伝の動画なんだけど、この動画で勉強の具体的な仕方をちゃんと話してまして、かなり重要な話をしてます。なので、まあ、宣伝ももちろん入ってんだけども、あの勉強の仕方がすごくあの重要なことを言ってますんで。 えー、まあちょっと面倒くさいかもわかりませんけども一度見ていただくといいんじゃないかと思います。あとですねまあこれ僕の,あのブログなんだけどもあのー「達、ま、賢、あ、林塾」まあ、個人のブログなんだけどね、まあ、レクとは関係ないんだけど、まあ、個人のブログなんだけども、あのー、この「ブラッシュアップ」の講座を受講をして受講の申し込みをしていただいた方のなんかフォローみたいなあのー、なん,かなんていうんだろう、えー フォローの動画とかねフォローの知識なんかを少しブログで書いてますんで、まあ、あの DVD とかウェブだけではなくてそういった僕の個人的なブログなんかでも少しね皆さんの勉強のお手伝いをしようと思ってまして、まあ、電話で質問ができるとかねあの、まあ、ちょっと毎年毎年企画しているのがあるんですよ。 なので、まあ、今年もあの電話の質問とか電話の相談やりますけどもああの申し込んだ方はできれば、えー、その講義の一番初めに話してますから、まあ、それご覧いただいてで僕のブログの方に飛んでいただいてで、まあ、使える使える、まあ、あのサービスはお金かかりませんからそれはねなのでまあできれば有効に活用してほしいなんていうふうに思ってます。はい、よろししいでしょうか えー、それではですね、えー、2021年拓見し、えー、18時間で総まとめ、ブラッシュアップ講座の、えー、講座ガイダンス、これで終わりにします。はい、それでは皆さん頑張ってくださいね。お疲れ様でした。